全道寺は、福島県郡山市清水台に所在する、浄土宗の寺院。正式には、光明山五神院全道寺。1579年に、円通寺、第十五世羅神の弟子、領宮により創建。本尊の阿弥陀如来座像は、上長様の仏像で、平安後期、陰世期の作と考えられ、明治期に、高村幸運の皇帝山本随運によって、 修復されたと伝えられる。また、境内には、江戸時代に、徳川家の家を受けた、雄天商人の最大級の明高秘等の石踏みがあり、建物としては、地蔵堂や平等院法王堂の浴労を模した、首郎がある。1579年、浄土州名古屋派の本山である大沢の縁通寺、第十五世羅神の弟子領久により創建。1807年にし、 再建後の1868年に土の餌猿の陛下で再び消失。1885年中町の玄水保銀行裏から現在地に移転して再建されたものの1900年に消失した。現在の本堂は1909年に第九代伊藤平左衛門を当領として上等し、1913年に落慶したもの。百五十八年には 主郎が再建された。また、2001年から2003年にかけては、ガラン整備事業として本、本堂、栗の改修工事が行われた。2001年には、本堂と栗が、また、2015年には、主郎が、登録有形文化財として登録された。主郎登録有形文化財、ありがとうございます。